皆様こんばんは。東京都知事の小池百合子でございます。桃色クローバー Z という変なグループのリーダーをやっています、桃田かな子です。東京在住で映画監督をやって舞台なども作っております、この間その変なグループの、ミュージカルを作りまして大盛況で終わりました。東京芸術祭舞台芸術のフェスティバルですが、その総合ディレクターを務めております宮城と申します。まずその宮城さんがスパックというお話をされてました。その静岡県文化芸術センター、どんな取り組みをしていらっしゃるのかということからお聞きしてもよろしいですか。はい、静岡県舞台芸術センターっていうのは、センターなんてついてるんで、なんかそういう施設なのかなって思われるかもしれませんけど、本来は劇団なんですね。ヨーロッパだと例えば公立劇場っていうのは建物だけじゃなくて大抵カンパニーを持っていて、そこに専属の俳優たちがいたりねするんですけれども、どういうわけだか日本ではその公立劇場っていうのは建物を指すことになってしまって、劇団がないところが多かったというか普通だったんですけど、静岡県はちょっとこうヨーロッパ式というか、劇場には劇団がつきものだろうってことで劇団をまず作って、で劇団が使う場所として劇場を整備していったっていうような順番になっている。自分の作品を作る場所としては、その静岡で作ってる演出家としてはね、東京のような場所はいわばその市場というか、ものすごい情報がたくさん世界中から集まってくる。だからここに自分たちの畑で作った丹精込めて時間をかけて、とっても静かな環境の中で作った作品を東京のような場所で世界の目にさらす、世界の目に、比べてもらう、相対化してもらう、そういう畑とマーケットの関係で、これは結構世界でも多いことだと思うんですね。例えばニューヨークに住んでるアーティストもいますけど、ニューヨークで作ってるって人は意外に少なくて、作ってるところはねもうちょっとこう静かなところで作っていて、ね、できるとニューヨークに持ってくるっていうようなことはあると思うんですね。ですから僕は静岡で、作品を作って、で、東京で、あるいはニューヨークやパリでいろんな人に見てもらう、そういう活動をしております。静岡つながりがあるので、ちょっと今日は静岡フィーチャーしてみました、嬉しいです、お会いできて本当に桃田さんは静岡のご出身でいらっしゃる、そうです。スパックはご存知ですか。もちろんです。先日私がドラマをやらせていただいたんですけど、その時にもスパックの方々と一緒にこう共演させていただいて大変お世話になりました。こちらこそありがとうございます。あと元弘監督の映画幕が上がる、はい、でもスパック、そうですね、スパックにある施設を使わせていただいて、はい、で劇場を使わせていただいて、はい、役者さんも使わせてもらいました今東京というとね、2020年のオリンピックパラリンピック大会ってパッと皆さん浮かべる、頭に浮かぶと思います。スポーツの祭典だけじゃないんですよね。文化を発信するというその祭典でもありまして、東京東京フェスティバルというのはこの素晴らしいチャンスに東京から文化をバンバンと発信しようということで、もうたくさんのですねイベントを企画をいたしておりまして、もう伝統的な芸術からもうむちゃくちゃナウイのから、ナウイっていう言葉が古いですかね、もう最先端を行くようなのからいろいろと取り混ぜて、皆さんにこの東京のこの芸術文化の深みであったり新しさっていうのを世界中の人に感じてもらいたい、そんな準備をしているところです。東京芸術祭というのは言ってみれば大きな風呂敷 で東京で秋にこれまでもいろいろな舞台芸術のフェスティバルがあったんですね。で東京都がやってるものもあれば、例えば豊島区さんがやってるものもある、東京芸術劇場がやってるものもある、フェスティバル東京のように実行委員会がやってるものもある、いろいろあるんですが、ただそれぞれこうね個性はあるんだけれど、こう横並びになっているよりか大きな風呂敷で一つ包んでしまった方が世界に対して発信しやすいんじゃないか。最近僕思うようになったんですけれども、演劇って言葉の壁がありますよね、当たり前ですけど。例えば音楽とか、そうだな、例えば、詩とか小説とかね、あるいは絵画とか、あと
ダンスとか、うん、そういうものだったらひとまず言葉の壁はないし、まあ、映画でも字幕を出すってことで言葉の壁を乗り越えられる。ところが演劇は何しろ目の前で喋ってる人がもし自分の知らない言語を喋ってたら何言ってるか分かんないわけですね。最近は字幕が出ますけれど、それでも目の前で喋ってる人の言ってることは直接分からないわけですよね。でもですね、でも時々なんだかこの俳優のことがすごく分かるような気がする、あるいはものすごくなんか共感が湧き上がるような瞬間があるんですね。この人が何言ってるか分かんないのにどうして共感しちゃうんだろう。つまり言葉の壁っていうのが高いからこそ、それを乗り越えて、あ、この人と自分が今一瞬同じことを思ったぞとか、この人の願いが一瞬共有できたぞって時にすっごい喜びがあるんです。だから壁が高ければ高いほど人間と人間は実は理解し合えるって思った瞬間がすっごい嬉しいんですよね。あ、だから演劇祭っていうのが世界中であるんじゃないかななんて最近は思うようになりました。私個人的に本当にスポーツが大好きなので、あの東京でオリンピック・パラリンピックが開催されるっていうのはもう大興奮で、今からもうワクワクが止まらないくらい、個人的にはいろんなスポーツを生で見たいなっていう思いもありますし、こういったアイドルというお仕事をやらせていただいているので、やっぱりこうアイドル文化っていうのも日本ならではっていうか、世界にアイドルがない国っていうのもたくさんあったりとか、アイドルって何っていう方々たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう方々にこう日本のアイドルの楽しさとかもこうしっかりと伝えていきたいななんて思ったりとか、できないことの方が多いんですけど、できることもきっとあると思うので、そこは全力で盛り上げていきたいなと思います。オリンピックでたくさんの人が東京に注目するし、また実際東京に足を運んでくれると思うんですけれども、まあ、でもそういう方々はスポーツ以外にやっぱり文化にも興味を持たれると思うんですね。でその時東京っていうのは本当に大きな都市なので、ちょっと目鼻立ちがわからないとなんかつかみどころがないなと思われてしまうかもしれない。でも例えば舞台芸術ならば池袋あたりがメッカだよ、まあ、例えば美術だったら六本木あたりがメッカだよとかですね、さっき秋葉原の話も出ましたけど、でそういうふうに東京の中でも何々だったらここだねっていうふうに目鼻立ちができてくると、ここが目でここが鼻でここが口みたいな、そうなってくると東京っていう巨大な街にとっても親しみが湧く、そして東京って街のことがなんかよく分かったような気がしてくるんじゃないかなと思って、だからまあ僕は東京芸術祭、特にこの池袋エリアでね、もう池袋って言えば即舞台芸術、あるいは漫画アニメっていうふうに誰もが世界中の人が思い浮かべる、そんな風になっていけばいいなと思ってます。東京、あちこちに今また例えばこの池袋ではですね、元の豊島区庁舎がですね、そこに小さな劇場も含めて晴れ座池袋っていうのができて、まさに演劇文化と、そして芸術の都市に今池袋が変わろうとしている、そうやって箱があるけれども、さっきも公立 の、ね、劇場の話されましたけれども、箱があるから何かやるんじゃなくて、そこから湧いてくるようなそのコンテンツであるとか人がいて劇場があるというのが一番ベストだという話、私は十分東京はね、それが人もそれから劇場も両方叶えることのできる芸術文化都市だというふうに思っています。そしてオリンピック・パラリンピックはスポーツの祭典フェスティバルですけれども、一方で東京とすれば東京フェスティバルということで、文化そして芸術、演劇であれ音楽であれ、このような皆さんが感動してくださるようなそういう場所をしっかりと提供、そしてまた人材を育成していくということに努めていきたいと思います。スポーツもそれから芸術文化も両方共通することは、人を感動させることができるということじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんも ご期待をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。